浩二さん、ノリがいい、すごい、素晴らしいです。この一人二役と言いますかね、あの西成浩二に浩二さんが乗っ取られてるっていう設定もいいですし、その西成浩二さんになった時のね、この浩二さんの変わりようっていうのは本当にもうタレント性抜群ですよ。今ですから動画を見させてもらったんですけども、チャンネル登録また一人増えたじゃないですか。まあ、西成浩二っていう名前はね、私が勝手につけちゃって申し訳なかったんですけども、なんかでもいい感じで役柄が広がってきて、きっと一人二役楽しめると思うんですよ。で、これ視聴者さんにお話しとかないといけないんですけども、浩二さんは浩二さんで、本当にね、歯もない毛もないなんとかないって言ってましたけども、この西成浩二さんはあくまでもね、演出上の役柄ですから、怖い人じゃないですからね、それだけ分かっていただければと思います。本当にチャーミングな方でございますので、西成浩二さんはじめ、浩二さんともどもよろしくお願いします。ということで浩二さん、本当に、いいですね、この演出ね。すっかり乗り切って、なりきって楽しんでいければと思います。でやっぱり言いにくいことはこの西成浩二に言わせたらいいですよ。で浩二さんは浩二さんで、いつもの柔らかなメッセージをねお届けするみたいな感じで、いいんじゃないでしょうかね。チャンネル乗っ取られたっていうのいいですね。で私もね、八尾純七っていうね UFO 研究家がもう一人役でいるんですよ。もちろん同じ YouTube チャンネルの中に八尾純七シリーズっていうのを作ってるんですけども、これはこれでファンがいるんですよね。再生数もそこそこ出てますしね。いや分からんもんですね、本当。YouTube ってのはいろんな楽しみ方がありますけども、どうですかね、西成浩二という名前で、もしねよろしかったらまた乗っ取ってみてください、チャンネルを。よろしくお願いします。ありがとうございます。